ヤシマエリナは、日本人女性指揮者。カイザースラウテルン歌劇場指揮者兼、コレペティートルを経て、2016年2月から2年間、シカゴ公共楽団音楽監督リッカルド・ムーティのアシスタント。2019年9月より、フィラデルフィア管弦楽団のアシスタントコンダクター。ドイツ、ベルリン在住。1986年ドイツ、ハイルブロン生まれ。 幼少よりピアノを始める。14歳で、ハノーファー国立音楽大学附属特別クラスへの入学を許可され、ピアノ科の準備生として、指揮も学び始める。2005年、同大学ピアノ科に入学。2007年、フライブルク音楽大学に指揮科とピアノ科の同時選考で入学。2010年にピアノ科、2012年に指揮科を主席で卒業。在学中に、 エラスムス奨学金を授与され、ウィーン国立音楽大学指揮科に留学。2012年、ハンス・アイスラー音楽大学ベルリン、大学院指揮科入学。2015年に、同指揮科研究科を主席修了。2013年、ライン・ソベルク音楽院でオペラ作品を指揮し、優秀賞を授与される。2013年から2015年、ロストック大学フライエス学生オーケストラの 音楽監督。2015年、ドイツのカイザースラウテルン歌劇場から指揮者兼、コレペティートルに任命される。2015年5月、ベネズエラのエルシステマに招かれ、2つのユースオーケストラを客演指揮。2015年6月、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団やシュタツカペレ、ベルリンなど代表的なプロオーケストラの団員による指揮者、ワークショップインタラクタイアンで、 上位3名のファイナリストに選ばれる。2015年7月、リッカルド・ムーティ主催のイタリア・オペラ・アカデミーにおいて、4名の受講生に選抜される。そして2015年9月、シカゴ公共楽団式研修制度オーディションに合格し、2016年2月より2年間、音楽監督リッカルド・ムーティのアシスタントを務めた。2018年11月、ツービン・メータのアシスタントとして、 バイエルン放送公共楽団の日本公演に同行。2019年9月、フィラデルフィア管弦楽団のアシスタントコンダクターに就任。これまでに指揮したオーケストラは、ベルリンコンチルトハウス管弦楽団、ロイトリンゲンビュルテンベルクフィルハーモニー管弦楽団、シュトットガルト室内管弦楽団、ブランデンブルク国立管弦楽団、ノイブランデンブルクフィルハーモニー、 ブランデンブルクシンフォニカー、南西ドイツプフォルツハイム室内管弦楽団、マンハイムプファルツ選定校室内管弦楽団、テプリツエ北チェコフィルハーモニー管弦楽団、サンレモ公共楽団、ハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団、ニューミュージックアンサンブルなど、2019年5月現在、ベルリンを拠点に活動している。ありがとうございます。